浮気して一晩経ちました。朝方見つかえて、パクパクしてる。次の日でございます。はい、はい、砂抜きも完了しました。はい、一晩ね、だかな、うん、で、朝水変えて、またもう一回砂抜きして、うん、相当砂入ってる、うん、大量やね。これをじゃあ、お鍋に入れて、よし、じゃあ味噌汁分だけちょっと分けとく。はいはい、どこれ3人分、はい、あー、そんくらいいけば。じゃあこれは味噌汁用に、はい、これはもう、まだいる、これおにぎり。でもこれからどんくらいの出汁が出るんだろうね。分からん。そうかな、いや、出るやろ、十分出るね、出ると思う。じゃあ、あとは佃煮、佃煮ですね。じゃあ、火にかけていきます。はい、パカパカ開くんですかね。あれで白く白濁とするんですかね。あー、なるね、うん、アサリ汁みたいな。あ、おにぎり作るか。おにぎりうまいだろうな。佃煮もでも出汁出るんじゃないですかね。合わせる。いや、これを茹でたね。了解了解。その出汁も使うのか分かんない。よし、じゃあこっちは、あの、あれ、このお湯は使ってないね。はい、どうぞ。中身を取り出す用のっていうふうに、ね、あちなんか砂抜きの、うん、臭い、うん、うん、気のせい気のせい気のせい、ね、気のせい気のせい。酒、お酒入れたら消える。そうや、検査、うん、先に入れとこう。お酒入れたら、もうお酒入れとこう。料理酒、料理酒も、料理酒も入れときます。はい、お互いね、うん、お互いお互いお互い料理酒入れ、酒の匂い、酒の匂い。もうちょっと米が硬いのが好きでも、あの明太子一つじていこうかな。明太子のみで、こんなにいこう。しじみは、じゃあ違う違う、しじみ食べる。アクも取らやんけどな。あ、入ってきた。赤香りが、いや、これはただの、いやいやいや、うん、毒、毒じゃない、しじみの香りがちょっとしてきた。あ、でもほら、白濁ってきたよ。と、こっちも開いてるのかな。あ、開いてるー、もう食べれるやつ。ほら、開いてる開いてる。身はどうかな、身の握りがね。え、なんか大体しじみ開けたらさ、え、ほら、結構しっかり入ってるよ。おお、いいじゃん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 。おお、前が見えない。おお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 、前が見えんけんね。わ、白く濁ってるのか。すごい、すげえ、めっちゃしじみやん、めっちゃしじみやん、めっちゃしじみやん。あー、なんかもう離れちゃってる。うんね、結構これはそれで引き上げようかな、ね、これもういいのかな、味噌入れて。うん、いいかもね。そうね、あ、見て見て、ほらガサガサ混ぜるだけで取れる。これ文字で、うん、わざわざ、それやる必要なかった、ね、煮たらもうなくなるんじゃない。ちょっとあいつもひょーしょしょしょーしょしょ。これ何匹かメダカの池に入れた。何、しじみ、うん、いい人のやつ。じゃ味噌溶きますよ。はい、もうちょっと入れた方がよかったのかな。よ、うん、薄い、わからん。え、もうこの出汁いい、捨てちゃう、いいかな、いい、
出汁出てる。すげえ。ちょっと濃いかったけどそれ入れて。入れる。ドブの味はもうなくなる。ないないない。ドブなんてもうこの世にない。この世にない。確かにこの。あった。ドブはない。しじみは？出汁がない。あれか。なんか。俺もっと倍ぐらい多分入れないんだと思う。やっぱこれのダッシュを入れたらちょうどいいんじゃない。ああでも確かにしじみの味がする。いやなんかお店のやつはもうすごいしじみって濃いく濃いくしとってるでしょうね。あのダッシュ。ああしじみ。味濃くなった。うん、しじみ。ちょっと味噌が薄まってしじみ。なあ本当やね。見せて見せて。やっちゃってやっちゃって。甘口。醤油だれ。みりん。元気いいし、外で食うか。酒。酒。砂糖。砂糖。よし。お、ありがとう。たっぷりね。おお。たっぷりですね。そんなもんですよ。つくだにははい、もう入れちゃいます。もう俺らの煮つけもそのくらい。俺らの煮つけはもしかしてつくだにだったのかもしれないね。あそれは入れすぎだわよ。あでも近いはあるな。近いはあるけど。いやでも僕自分家で結構入れたんですけど、寿司屋さんで食べたことある煮つけより全然甘くなかった。そうでしょ。だから寿司屋さんとかもめっちゃ入れてると思う。だいぶこれかかりそうなんで、こんな感じで煮詰めていきます。はーい、はい、できました。佃煮っぽいのができました。おにぎりできました。仕上げにネギを。あれ、おにぎりの中に握り入れたりして入れます。あ、佃煮入れますか。最初の水路で取ったじゃないですか。うん、あそこ黄色いやつ。そうそうそう、あそこね、うん、もうすでに砂とかもう揚げてあったけんね。絶対、うん、まあ水路がつまらんようにっていうのもあるやろうけど、まあ、ついでにお、シジミもいっぱいで、うん、ああ、取ってたんだ、うん、かなと思いますよね。美味しいだろうな、シジミに、うん、甘くて、よいしょ、すーげーいるやん。はいよ、はい、シジミ、はいよ、食べていきましょう。はい、はいよ。めっちゃ飛んできるけど。稲刈りのあれがいっぱい飛んでくる。目にエラー入った今。はい、はい、完成です、うまそう。じゃあ食べますかね。いきます。いただきます。じゃあしじみのお味噌汁でも。よいしょ。すすって。あー、最初に取ったやつが見つかった。おお、黄色いやつ。うまっ。臭みとか全く全然ないね。ない、うん、さっきのグツグツしてる段階のは何やったのか。うん、なんかしじみの砂抜きのこと調べよったらね、うん、しじみの身を身ね、身を食べるのはマナー違反か違反じゃないかって。ああ、どっちでもよかった。どっちでもいいって。結局どうやったの。え、マナー違反じゃない。なんかであったね、その日本料理の中ででしょう。はい、しじみ、しじみ。あーだっす、はい、あー、いいんですか。はい、明太子。あそれが食べたかった。つくだに、住民のつくだにのおむすび。いきます。うん、つくだに食ってみよう。ひろっこちゃん、もっと醤油味かけてもよかったかも。うんうんうん、うん、ちょっと醤油味やっていい。いや、うまいうまい。うん、まあ、生姜がいい感じ、うん、冬になるともっと美味しいらしい。だから夏か冬かって書いてある感じだよ、ね。稲刈りのシーズンですね。そうですね。いやでもラストやね、ここだけだったよね。あ、ね、あ、じゃあゆっくり食べますかね。はい、はい、じゃあしじみでした。うん、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、
Twitter のフォローもよろしくお願いします。じゃあね。